京阪石山坂本線。石山坂本線は、滋賀県大津市の石山寺駅から坂本比叡、山口駅までを結ぶ京阪電気鉄道の軌道路線である。全区間が軌道法の適用を受けている。起点の石山寺駅は、標準期の軌道の日本最東端で、終点の坂本比叡山口駅が最北端となっている。京新線と合わせて、 大津線と総称されている。公式の愛称ではないが、地元の人たちを中心に、石坂線、石坂線、石坂線と呼ばれることもある。全駅にて、ピタパーイコカなどの全国相互利用交通系、IC カードが利用できる。一方、自動改札機を含めすると関西対応カードは導入されなかった。当線は、地元大津市民の生活の足になっているほか、 沿線には豊富な観光資源を有することから、公術、観光客の移動手段としても利用されている。岩湖浜大津三井寺間は、平洋軌道となっている。三井寺、坂本比叡山口間は、山陸を、ほぼ直線で、通り起伏が多い。一方で、京阪税税南は、市街地を縫うように路線が付設されている。当初、京新線と2線合わせて、 年間15億円程度の赤字が出ていたため、地元自治体、大津市などとの間で、今後の運営のあり方についての協議の場が持たれた。京阪は、同線の経営を本社から分離し、独立再産性を取る分社化を検討しており、当初2004年や秋に分社化を予定していたが、この時は分社化しても、収支改善が見込めずすぐに経営に行き詰まるとし、見送られ、 経費削減を図り収支が均衡した時点で分社化することになっている。その後の経営合理化と沿線の人口増加、昼間の電車の増発、発車間隔の短縮化、ラッピング車両の運行、おでん電車やビール電車などのイベント列車、詳細工術の運行などのサービス向上にり、2013年時点で収支は大幅に改善している。 また2013年に NHK 大津放送局が制作した当選を舞台にした三部オムニバス形式の地域密着ドラマ石坂線物語が近畿地区で放送され元々ローカル電車であった当選及び沿線の地域資源に改めて注目が当たり関西地域での認知度が上昇したその後このドラマ石坂線物語は2014年2月に NHK で 全国放送された。大津線では1997年の京新線の京都市営地下鉄東西線直通開始に合わせてラインカラーが採用されており、石山坂本線のラインカラーは600系、700系のカラーでもある緑色が使われていた。しかし、2017年からの京阪線系統との車両カラー統一に伴い、これに代わって、 水色の路線マークが設定された。路線マークのコンセプトは、湖のほとりを南北へとされている。電車は2両編成で、2018年3月17日改正ダイヤでは、石山寺駅、坂本比叡山口駅間の電車が昼間時間帯は10分間隔で、運行されている、全線7から8分間隔となる時間帯もあるほか、一部、石山寺駅、大見神宮前駅間、 大見神宮前駅、坂本比叡山口駅間区間運転の電車がある。ワンマン運転を行っているが、朝ラッシュ時には、車掌、列車防護要員も乗務している。これらの関係で20分間隔で運転している。京進線とは一本沖きに、琵琶湖浜大津駅で、相互接続を取る形になる。また、駅での業務を行うステーションスタッフも、無人駅の多い大見神宮前駅。 坂本駅、現在の坂本叡山口駅間で電車に転乗し、周回札業務を行っていたが、2017年5月1日より、朝のラッシュ時を除いて、転乗は廃止された。列車内で運賃を収受せず、有人駅では改札口を利用、無人駅では乗車券、差額運賃とも、収札箱に投入する。車掌が乗務する通運転を行っていた頃は、 浜大津駅、現在の琵琶湖浜大津駅、京阪石山駅など一部の駅を除いて、使用済み乗車券は原則として車掌、または運転士が回収する手法をとってた。かつては、急行、準急を中心に、京新線との直通列車もあったが、浜大津駅統合の際に廃止された。駅統合により、両線総合間が、同一ホーム上で乗り換えできるようになり、 所要時間の短縮が可能となったが、京神線から坂本方面、あるいはその逆へは、駅統合を沖に若干短縮されたのに対し、京神線から石山寺方面、あるいはその逆へは、浜大津駅2番線に到着した京神線電車を、一旦引き上げてから、改めて同駅1番線に転線し終わるのとほぼ、同じタイミングで2番線に石山寺駅電車が、到着するダイヤであったため、 駅統合後も所要時間は直通列車とほぼ変わらなかった。さらに浜大津駅統合、1981年4月12日ダイヤ改正、前における浜大津駅、坂本駅間では、同区間折り返し列車と全線直通を、日中1時間あたりに往復ずつ設定していたが、これは、前社の場合、石山寺駅浜大津駅間では、京新線直通準急、または、 休校が、その代替を担っていたためである。しかし浜大津駅統合に伴う、ダイヤ改正で、日中1時間あたり4往復とも全線直通に、揃えれ、石山坂本線の浜大津発着列車は廃止となった。このほか、毎年、冬季におでんで電車、夏季にビールで電車などのイベント列車が運行されている。 2014年現在600.700型は、その過半数が、ラッピング車両化されている。各形式の項目を参照されたい。石山坂本線は、大津電車軌道によって開業した。最初の開業区間は、大津、現、びわ湖浜大津ゼゼ、現、ゼゼ本町間で1913年3月1日のことだった。これは、 関節鉄道東海道線として建設され、前日まで国鉄が、大津線として、旅客営業をしていた大津馬場、現、ゼゼ館を電化及び参戦機場化したものである。国鉄大津線当時の途中駅は、石場駅、高野関駅の二つであったが、大津電車軌道開業時には、大津、高野が関、島の関、石場、馬場駅構内、馬場駅前、西木、 ゼゼの八つの停留所が設置された。以降、ゼゼから順次延伸され、1914年には、浜大津石山、現、石山寺館が開通した。石山から先、南郷まで特許を取得していたが、風地上の関係で着工は南航し1915年に、失効。京阪電気鉄道に合併されるまでホタルダに、石山寺館にモーターボートを運行して、連絡していた。 大津電車軌道は1927年に太古基線と合併して、琵琶湖鉄道基線となり、同年に石山坂本、現、坂本比叡山口間が開通した。またこの年、後に大見鉄道洋海地線となる湖南鉄道を合併している。これらは、琵琶湖に勢力を拡大していた京阪電気鉄道への対抗策として行われたものであった。車両も、 路面電車規格ではなく、郊外電車規格の100型が用意された。しかし、期待に反して、坂本延長線は乗客が極めて少なく、投資が回収できなかったことから、1929年に、湖南汽線の仲介もあり、京阪電気鉄道の参加に入ることになり、旧、湖南鉄道の鉄道路線を8日、市鉄道に汽船部門を、 京半系の湖南汽船から解消した太古汽船、現、琵琶湖汽船、全室の太古汽船とは別に上として京半電気鉄道に合併、同社の石山坂本線となった坂本駅からの片田方向への未成区間 0.4km は1930年6月25日付で事業廃止された。合併後は石山方面と直通し、もてあしていた百型は、 京阪本線に転属し八百型初代となった。八百型は京阪最後の木造車として、京阪本線や晩年は型の線で使われ続け、廃車されるまで大津の地に戻ることはなかった。廃車後機器類が石山坂本専用に新造された三百五十型へ流用され復帰を果たした。1997年。 京進線の京都市営地下鉄東西線乗り入れ、開始に伴い、石山坂本線も、河線電圧を 1500V に昇圧した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。